たなよ、ケンタナよ、ケンタナよ、願いをベースに変え。皆さん、こんにちは。湘南館観光の時間です。はい、前回に続きまして、今回はこの韓国のサッカーユニフォームを着てみました。はい、まあ4年一度の、ワールドカップが開幕しますので、サッカー大好きな私、とても楽しみにしております。はい、韓国のこの赤いユニフォームせっかく着たので、時間は深夜の12時半ですけど、ちょっとテンション上げて、授業したいと思います。はい、あとこの帽子なんですね。と髪の毛が長くてボサボサしてたので帽子かぶっちゃいました。はい、やっぱりこう韓国男子のファッションの完成といえばこのヤグモジャ、あのキャップなんですね。はい、皆さんちょっと、ご了承ください。はい、今日のレッスン授業は初級ですね、許可の表現になります。はい、日本語だとしてもいいんですか、してはいけませんのような言い方なんですね。はい、では早速文型説明しましょう。はい、では今日の文型説明いたします。許可の文型ですね。じゃあ動詞出ます。動詞の語感あーを活用が出ますね。あーとおーとてよになります。はい、これがまあ日本語だとてもいいですかになります。はい、してもいいですかという質問に対して2つのパターンの答えがありですね。まず OK の場合と NG の場合があると思いますね。 OK の場合はそのままいいですよ、てよって答えるか、あるいはいいですよ、大丈夫ですよ、けんちゃなよという答えが出てきますね。これがまあ日本語だといいですよという答えになりますし、じゃあダメな場合、これをちょっと皆さんちゃんと覚えたいんです、覚えてもらいたいんですけど、じゃあ日本語だと NG の場合は手はいけませんって言うんですけど、韓国語だとちょっと言い方が違います。はい、前回皆さん勉強した仮定形覚えてますか、語感プラスうみゃんみゃん、その言い方を使います。韓国語だとすればダメですという言い方をします。なので語感プラスうみゃんみゃん、あんでよという言い方をします。そのまま直訳するとすればダメですという言い方になるんですね。これが日本語の手はいけませんという表現になります。はい、禁止、あの許可を、認めない NG の表現になるんですね。はい、皆さん大丈夫でしょうか。これが今日の文型になります。はい、許可の文型なんですね。じゃあでは早速練習してみましょう。じゃあ食べるは먹다ですね。じゃあこれ食べてもいいですか、食べてもいいの。じゃあおーなので、まあ皆さんご存知のこのあーおーやの場合ですね、語感の母音がこれがおーなので、おーとがつきついておーとてよーになりますね。じゃあ皆さんタメ語は皆さん、大丈夫ですか。あーよおーよたいでよーなくするとそのままタメ語になります。なので먹어도돼だと食べてもいいの、食べてもいいというタメ語になります。はい、じゃあどん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 、じゃあ来るオダですね、オダ。じゃあこれはこの O に当たりますのでオアドテヨになりますし、オとアが2つになるとワードテヨになりますね。ワードテヨ、来てもいいんですかになりますね。じゃあ皆さん韓国に行った時に写真たくさん撮ると思うんですけど、たまたま写真撮ってはいけないところがあったりするんですね。例えば博物館だったりとか、まあ、芸能人の顔をちょっ
撮っちゃダメっていうふうに禁止されたりするんですけど、じゃあ写真を撮るはチッタですね。チッタ、オードがつきますので、写真撮ってもいいんですか、チゴドテヨになりますね。じゃあまあ皆さん馴染みのアを活用ちゃんと覚えてれば、そのままモがつきます、モがつきますので、全く同じ漢語でもその助詞にあたるドがついてアドオドテヨになりますね。じゃあ否定 の NG の答え練習してみましょうか。ここに書いてもいいんですか、じゃあ書いてはいけません、あるいは、ボールペンで書いてもいいんですか、ボールペンでは書いてはいけません、シャーペンで書いてくださいみたいな言い方は、書くはスダですね。スダですので、パッチンがありませんからミョンがつくんですね。スミョンアンデヨになりますね。書いてはいけません。じゃあこの本読んでもいいんですかはどうなるんでしょうか。いったですね。いった、じゃあこれはパッチンはこっちを取ります、発音は。なのでいったじゃなくていったになります。皆さんこれ韓国人もよく間違いますので、ちゃんと覚えてください。なのでオードがつくんですね。읽어도돼요になりますし、じゃあ答えとしては읽어도돼요で、じゃあいいですよ、읽어도돼요で答えればいいですし、あるいは読んでくださいという答えもいいんですね。読んでください、읽으세요もありですし、あるいは괜찮아요、大丈夫ですよ、いいですよという答えも全然ありですね。はい、はい、シチュエーションとか、まあ、表現によって、まあ、いろんなパターンがあることを皆さん覚えてください。じゃあ NG の場合は、じゃあこれ OK ですね、これが NG。 じゃあ言ったはパチンがありますから、うみょんがつきますね。읽으면안돼요になりますね。読んではいけません。じゃあ、あるいは、안돼요、ダメです。これでもいいんですね。はい、皆さん、じゃあ理解の方は大丈夫でしょうか。はい、最後に、これだけ、最後練習してみましょうか。만지다。これは触るという動詞なんですね。じゃあ、触ってもいいんですか、例えば、友達のもの、携帯とか触ってもいいですかとか、あるいは、彼女に触ってもいいんですかとか、まあ、許可もらうのはちょっとあれなんですけど、その時は、なんて許可を彼女にもらえばいいかというと、じゃあ、これは、おどがつくんですね。いいなので、まんじおどになりますし、じゃあ、皆さん大丈夫ですか、じっと、おが一つになるとちょうになるんですね。まんじょどてようになりますね。触ってもいいんですか、じゃあ彼女が受け入れるときは触ってもいいよの場合はまんじょどてよってなりますし、じゃあまあ触りたくない相手、触りたくない気分の場合はどうなるんでしょうか、触ってもいいんですか、만져도돼요ってなったら안돼요でもシンプルに答えればいいんですね。ダメです。じゃあ、あるいは自分のものを触ってもいいんですかって言われた場合は、触ってはいけませんという言い方だったら만지면안돼요になるんですね。はい、どうでしょうか皆さん、これが今日の文型、教科の初級の文型になります。はい、ではちょっと短文の練習をしてみます。じゃあ友達の家に行きました、美味しそうなケーキがあります、これ食べてもいいの、どうなんて言うんでしょうか。じゃあこれはいいご、食べる、おったですね、これ食べる
これは食べてもいいの？じゃあ、먹다、さっき練習したように、어도がつきますので、먹어도돼、돼になりますね。돼。じゃあ、요타이で요をなくすと、そのままため語になりますので、이거먹어도돼とだったら、これ食べてもいいの？になりますね。じゃあ、こんな答えはどうでしょうか。まだ出来上がってないから、まだ、作ってる途中だから、まだ食べてはいけません。じゃあ、まだは、あじ。食べる、もったですね。じゃあ、パチンがありますから、うーみょんがついて、もぐーみょん、あんでようになりますね。じゃあ、皆さん簡単ではないでしょうか。じゃあ、友達が韓国に行こうとしてます。じゃあ、一緒について行ってもいいの？韓国一緒に行ってもいいですか？韓国へ、같이一緒に行く方。じゃあ、韓国へ같이가도돼요？가도돼요ですね。じゃあ、答えとしてはどうなるんでしょうか。で、같이가요とかですね。じゃあ、요타이は、勧誘系、勧誘の柔らかい言い方でもありますので、一緒に行きましょうになりますね。一緒に行きましょう。じゃあ、あるいは、ちょっと丁寧な二だったりだと、같이갑시다でもいいんですね。一緒に行きましょう。じゃあ、こんな答えがありですね。はい、今日の文型どうでしょうか。てもいいんですか？あどおどてよ。じゃあ、日本語のもそのまま韓国語がどうになって、あどおどてよという文型。OK の場合は、てよ、けんちゃなよ。あるいは、NG の場合は、てはいけません。は、うみょんみょんあんでよ。という、ちょっと言い方が違う。このポイントを皆さんちゃんと覚えて、使ってください。はい、今日のレッスンはここまでです。次回のレッスンも楽しみにしてください。あと、まあワールドカップで、日韓ともにいい結果が出たらいいなと思います。一緒に応援しましょう。さようなら。